なので私が今一人。わ、またギフトが増えてる。ありがとうございます。なんだこれ、コウモリ、ありがとう。やっほー。お、かぼちゃ、ありがとうございます。こんばんは。リレー配信、大人時間、やっほやっほー。今日はね、渋井ちゃんとお出かけしてたんでございます。ねえ待って、担々麺、あ、担々鍋か。私今日の、今日担々麺の、担々麺食べました、朝。担々麺、うん、美味しかった。今日は久しぶりに髪を巻きました。どうですか、もうもうほとんど取れほとんどストレートになっちゃったけど。やっほやっほー。そう、今日本当にね、食欲がやばくて、あのね、今日朝、昨日帰ってきてすぐ寝ちゃって、起きたのが5時半ぐらいで、お腹すいたと思って、お腹すいたって思って、その担々麺のやつ食べて二度寝して起きて、渋井ちゃんとお出かけして、その時にラーメン食べて、その後アイスも食べて、今日の食欲は爆発しております。そう、買い玉したんです、半玉でもセーフフォローしました、ありがとうございます。渋井ちゃんのお家に私が遊びに来てる。やっほー。なんかね、この前ね、赤からに行ったんですよ、初めて、人生初めて赤からに行って、辛いもの苦手だけど食べると、赤からの酸だけど、まあ酸だからあんまり辛くないけど、ドトバだけめっちゃ痛いでかい、いっぱいの入ってまだレンチ終わってない。 あれうん、そうめん、あ、ね、スイッチじゃん。うわ、出たこれもしかして幕張の姫やつ飛び切ってないかな私と渋井ちゃんはこれを夜中に食べて寝ました。はい、わ、これ美味しいやつ。卵ボール持ってきた、芋けんぴ、わ、これ大好き、芋けん、こちらもいただきました後ほど食べたいと思います。そう、燻製イカ、そう燻製イカ食べて、ドランプもうさ、これそのまんまやで、2人でちょうどスーツケース片付けた、片付けたんじゃないかなって時にさ、これは、あ、その後にあのスイッチじゃなくてスピード、スピードをして燻製イカ食べながら一回片手でやったもんね。そうそう、でお話しして、で燻製イカが臭すぎてちょっとあの窓開けてたんですよ。そしたらそのまま2人とも寝ちゃって、朝起きたらめっちゃ喉痛かった、思い出、幕張の思い出。辛いの、そう、辛いの苦手で、さっきの話の続きすると、辛いの苦手ってあんまり食べてこなかったけど、初めて行って食べたら食べれたんですよ。辛いけど美味しかった。酸でも、酸だからあんまり辛くないのかな、わかんないけど。お、なんか猫ちゃん、ありがとうございます。猫ちゃんだ、パンプキン、ギフトも、あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。しびちゃんが温めてきてくれました、差し入れです。そして私はそうめんを食べます。ほんと胃袋爆発、やばいよ、ね、毎日じゃないんだよこれ、毎日の期間限定。そう、毎日このね、こんなにいっぱい食べてるんじゃなくて、今だから月1位ぐらいで爆食期間が来るから、それです。お、だるま、ありがとうございます。さっき渋井ちゃんが配信してる時にチョレギサラダ食べた、セブン食べてた。たまにはいいよね、横で横で、そう、シャキシャキ言わせながら食べて、うん、
モガネーに認知されるために何か作ろうと思うけど何作ればいいかも。認あのあれかな、ライブの時ってこと？見た。よくない？でも私は覚えるのがモバメの、まあ、モガメの返事してくれる方とかショールームめっちゃコメントくださる方は覚えるよ。覚えるよ。そうめん、おでんに見えるけどね、これそうめんなんだ。見て、ここ間違えとる。どれ？野中ちゃんち。本当だ。ここは渋井さんのお家でございます。はい。泊まる場所？泊まる？覚えてるよ。コメントいっぱいしてくれる方はね。ニキビできちゃったんだ。ピエン。大丈夫だよ。大丈夫だって。大丈夫だよ。覚えて。うん。もう周年、周年とか来月の当選当落出ましたか？うん、誰もありがとうございます。渋井ちゃんも写してほしいなって言ってくれてるけど、渋井ちゃん手だけ出して。バンされちゃうのよ。そう。この出し方。え、手もダメ？わかんない。怖いけんやめとこう。やめて。やだ。出す。やめてください。出したい。存在。危ない。生きてますよ。中学生だから。生存確率。8時までなんだよね。あ、手と声はいいらしいよ。まあまあ。バーンされちゃう。まだされたことない。お、夜公演が当たった。お、楽しみ。渋井ちゃんは何をしたら認知してくれますか？で、みんなもなんかね、ツイートしてくれたら、ツイートから返信、返信もだし、渋井みなって返信もだし、だからポロッとなんか渋井ちゃん可愛いとか言ってくれたら嬉しいけん、うん、あ、覚える。らしいです。ちょろい。渋井ちゃんは結構ちょろいところあるもんね。よかったよね。本当面白いよ。でもショールームとかコメントしてくれた方とか、うん、覚える、ね、覚えるよね。もがみななかのななか反対やん。ちょっと後で調べてみよう。手は大丈夫だけどやりすぎるとバンされるかもだって。いやー、危ない危ない。あ、ちょっと見てる。ん、うん、そう、ガガね、今日行こうとしたんだけど、一覧に行ったよ、今日は。天神の一覧。うん、美味しい？美味しい。野菜食べと？食べる。マリンメス夜だけ当たって他外れて、泣いた。でもまだ一般販売あるよね。うん、今か、え、結構落ちるのかな、どんくらいあれなんだろう、ね、わかんない。怖い。渋井ちゃんはツイッターにピンポンダッシュみたいにいいねしてくれる、だっていいねして消すってこと、うん、それって通知いくん？え、そう、通知は多分いくもん。あ、そうなんや。でもみんなの、あ、なんかツイ、なんかいいね欄とかあるやん、それにはのらんちゃん、あ、でも通知は行くって。通知は行く。あ、そうなんだよ。とりあえずありがとう。見てるよってこと。かぼちゃありがとうございます。いただきます。ネギ。一蘭台湾とかで人気らしいよ。うん、でもめっちゃおったよね。今日も外国の方ね、結構おった。麺類大好きすぎて、今日全部。やばいよね。麺かも。うん。でコメント、美味しい、コンサートまでにキットソンミー届くと思う。11月上旬に発送って届くかな、ギリギリかも、パパ分かんない、うん、全部帽子とあれ全部パパに頼んでる、頼んだけど、まあ、言われてツイッターのいいねが一番嬉しいかもって、
あれ私マリンメッセって言った、うん、間違えた、サンパレス、パスタも大好き、うん大好き、なんかツイッターさ、うん、みんないいねして絶対消すんや今と今、うん、やから、うん、ちょっと面白いのあったら、うん、2回ぐらい繰り返すえそしたらどうなるちゃろ、2個わかんない通知いっとんかな、わかんないちょっとらしいよみんなもう面白いから4回ぐらいずっと2回来たら面白いってことらしい。で一番多かったの4回。4回ませんなったかな、うん、なったなったなった、うん、始まった。なんか携帯が熱くなって一瞬固まっちゃいました、すいません。ループしてた、うん、もう治ったよかった、充電しながらやっとったけんかも、失礼いたしました。あれかな、ちょっとあのふざけたこと言っていい、うん、あのミナの、うん、あの配信から移動してきた人の方の、うん、中で一人ぐらいはミナの生存を確認するために見てる、うん、え絶対そう、はい、絶対そう、もっとこうモチベ上げ、モチベ上げ、ゆべえちゃんの配信から来てくれた人、いるよね。これで違うよって来ます、ね、ますほら、手あげた。ほら、いっぱいおるよ。みんな優しいよ。はじめまして。もがみななかと言います。めっちゃ美味しいこれ。ね、美味しいやん。よろしくお願いします。そうさっきちょっと止まっちゃってて、メンスする名人、そうなんか多分これ全部汁飲んだらやばい、いやいいんじゃない。実はゆなゆなの配信からも来ました、だってしてゆなゆなもしてたんや、うん、はじめまして清楚系オタクです、よろしくお願いします。絶対ゆなゆなのファンじゃん。なんじゃ、お花ちゃんさっきミナの配信にもさ、あー同じ感じだった、さっき読み寄った人か、うん、今日は1時間ほど、まあ9時ぐらいまでやろうかなって感じでございます。ごくごく言う、めっちゃ聞こえるけど大丈夫そう、ごくごくってうん、本当にそう、 HKT 入ってなかったら13歳の子の家に来ることないよね、ないよね。みんなも21歳を呼び寄せない、ちょっといかない、呼ばないっていうか、そもそも関わらない、本当にそう、本当にそうお姉ちゃんより年上だもん、うん、びっくりだよ。私はでもいとこがまだ少し小学生ぐらいだから、うん、小さいことは関わるけど、お泊まりとかはねないよね。びっくりだもん、呼び何だかなもうやめてもらって本当にごめんなさい、大丈夫大丈夫、あー暑い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 ねこの部屋、暗な、大丈夫みんな気づいてないけど、そうやな、開けたけど、みんなもびっくりあ、なんか面白い。そう今日ねめっちゃ麺食べとる、やばい、マジでやばいかも、こういう日もあるよ ね、 ね、これ美味しいよ、セブンのそうめん、体に優しそうだから夜ご飯は、箸使おうかな、ゴミ袋取ってくれよ、ありがとう久しぶりねもがみちゃんよくロッキー面の家に遊びに行くの、いや行かない、初めての出会い、いやヒーロンチ行ったとはある、と2回目かな、ななかちゃんが2番を奪いました、キャー
奪われました。なんかさ知っとるとありがとうって知っとる。面白いな、何で言い出したんか忘れたけど、二人でどっちがありがとうが上手か やりよったね。ファンレベルが2に上がった。んずっと見よった限界。今度は渋いちゃんを呼ばない。そうですね、今度怖い、圧かけてくる。とてもいちゃん言ってずっと言ってる。んみんなさ、ふんだけちゃんまだって誘われるのを待ってます。でもお泊まりしようってずっと言ってたよね、うん、帰る前とか、ね、言った渋いちゃん横にいるのって書いてくあるけん、渋いちゃんいますってテロップ書いとこうかな。うんさ、テロップを打ってるときはさ止まらんのやな。うん、あパジャマ忘れた今コメントで気づいた。あ大丈夫大丈夫、まあでもどうにかなる、どうにかなる。なんてみんなが持ってきなんかしなんかさ時差出てくるね、時差が面白い。何の話しよったっけ、明日だってなんか公演あったっけ。なわかんない、知らんけど、知らんけど明日は私は社服でございます。そうだそうだ、ね、に緊張する、本当にみんなの面白さを分けよう分けてほしい。今日何日、22日か、リコフさんとかもあれや、あの振り替え、あーあオンライン、オンライン、葉月さんとリコフさんとトシモンさんと、え、社服行くよって、みんなも行きたい。緊張する。パジャマドライブ多いんだ錬金もある。うん、やばコーラ飲んだのバレてしまった間違えた、間違えたとは。コーラは昨日あのあれ、まあでも今日もあるね。楽しみやな、来週のオンライン握手会。すぐどうしよう、ハロウィンですよ。コスプレしてった、お、どうしようかな。その時にあの、あり、お楽しみにお楽しみに、ミナのところに来てくださる方はわかるかもね、うん、ありやね。じゃあ移動する時こうやって見たい、面白い、見たいけど時間が被ってないね。被ってないよね。ずっと流れる。おでん美味しいよね、この時期、この季節。まだおでん食べてないもん。大根食べたこの前。そう、しぶちゃんね、中学生だから映れないの。カナピーカナピーカナピー。だから隣に。かわいい。豚汁が冷めたって豚汁派豚汁派、豚汁、時による、時によるなんか豚汁豚汁、豚汁派、うん、みんなはどっち、豚汁なんか豚なの、豚か豚、私は豚汁派。トン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 、昨日の日お正月によくあるやつ。声はねいいらしいね。え、社服緊張するけど頑張る、頑張って、うん、豚汁派、豚汁、豚汁、豚汁、難しいよね。うん、豚汁。お、ハートありがとう。ありがとう。俺もがみ派だって。ありがとう。
めっちゃいいこと言ってる。そう、この前ね、東京に行った時に渋谷スカイに行きました。行ったことある人？並んだ。渋谷スカイっていう渋谷にあるあの何40何回やったか45か4345やったか階まで上に行って、そこから渋谷を一望できるっていうところに行ったんですよ。マジでやばかった。なんか期待してた以上に良すぎて感動した。マジで皆さんぜひ東京の方は行ってみてください。本当に感動する。まず45階まで行ったことないからちょっと怖かったけど、めっちゃいい、楽しかった。いつか写真をアップします。ちょっと見えるように写真を撮りましょう。はい、ここがこの距離感ちょっと今まだ、いや大丈夫こっちに。みなちゃんはリバテープって何か知ってるかな。だってあそこ正解なんかで聞いた、どっかの方言じゃない多分。絆創膏、リバテープが、リバテープ、もんじゃは月島、そう月島の名前忘れちゃった。渋谷にあるところ、結構並んでたところ。これだけ見た面白い、ありがとう。高所、高所恐怖症じゃないの、なんか高所恐怖症を、これ上げていい？ちょっと、うん、ちょっとだけ怖いけど囲まれてたら大丈夫だった。でもちょっとゾワってきた。なんか幕張のさ、あのホンステからセンターステージに行く、うん、あの降りるのがめっちゃ怖かった。あのちょっと坂みたいな、花道通りにめっちゃ怖かった。ちょっと何日怖いよね、絶対。だから内心にビクビクしてビク、怖いよね。え、月島か渋谷かどっちね。月島、渋谷にある月島なんちゃらってところ、スプラ着たいとかみんな月島なんやったっけな、名前忘れちゃった。美味しかった。そこにあのイクのキムチってあった、可愛くない？そう、感じでイクのキムチ可愛いと思って、イクのちゃんに送ったらリナが作ったもんできた。可愛いんですけど、ね、私可愛かった。本当に可愛い、本当に可愛い、本当に可愛いよ。本当におこげ美味しいよね。ん？月島は渋谷区じゃないよ、中央区。かわいい。え、違う。ね、ちょっと一回携帯貸してくれん？Google？ うん。違うんだ。私が言いたいのは。なんか履歴でちょっと怖いかも。そう、大丈夫。渋谷。月島もんじゃ。ガチャブラ。そう、月島もんじゃクーヤってところに行ったの、渋谷の。渋谷月島もんじゃクーヤ渋谷店ってこと。分かった、分かるかな。ありがとう。クーヤってお店、ウサギとカメって福岡にある気がする。ウサギとカメってもんじゃ屋さん、なんかね見たことある。
どの、え、見たことある？サギとカメ、なんか可愛いよね、あれが、あの外見はんぺん派、もち巾着派。私はもち巾着かな。ハロウィンやもち大好き。幕張楽しかった。幕張ね、めっちゃ楽しかったよね。もうさ、なんか1週間マジ早すぎてさ、本当に、今のちょうど1週間前何してんだろうね。まだリハ中か、前日リハ、あ、9時とかか。やばい、楽しかった。本当に楽しかった、マジ。戻りたい、戻ってちょっとまた1週間ループ楽しすぎた。ループする。しぶいちゃんは横でね、スプラトゥーン3してます。期待よ。肉まん派、あんまん派。うわー、私は肉まんかな。これってどうやって集めるの？これ知りません。やったことありません。あ、聞いてみる。武器を、スプラ3の武器を買うこのチケットとかってどうやって集めるんですか？でスプラトゥーンやってる方いるのかな。でも文面でさ、説明って結構むずいよね。なんか試合するとか、バイトとか。バイトとかある？バイトある。めっちゃ楽しそうやん。こんばんは。倒すいる。カレーマン食べたことない。あんまんでも美味しいよね。レア姫のピアノ感動して、わかる。もう上手すぎて、なんか本当に音源と一緒だった。ランクアップだって。ランクアップで1個たくさんもらえるとじゃない。チケットですよ。チケットですよ。ランク上げたら1枚もらえるらしいよ。ほら、ランク上がるともらえるよって。ありがとうございます。チーズケーキ派、チョコレートケーキ派。うわ、どっち派？チーズかな、私は。チョコかな。気分にもよる。モンストしてる。モンストじゃなくてね、スプラトゥーンしてます。しぶいちゃんが。とにかくフレンドにはならないけど。フレンドにはならないけど、いつか試合勝負する。みんな今から始めたら、もしかしたらみんな試合できるかも。オンライン？オンライン。あ、そうなんや。名前言わないけどね。名前そもそも知らないんだよね、何の名前か。モカさんとアイチーさんもスプラトゥーンやっとらしいよ。え、フレンドになりたい。言ってみたら、今度フレンドになりませんか。めっちゃね、チャージャー得意やもん。私は 3DS 世代。え、チャージャー？チャージ、なんかこう打つやつ、なんかね、全くわかんない。ゲームマジでせんちゃんね。でこうやって、すいません、充電が。これ貯めてやるやつないよ、こうやって、うん、これめっちゃ得意ないよ、みんなこうやってやるのがめっちゃ好きすぎて、こうやって、あ、ちょっと下手くそ。こうやってやる。全く分からん。全く分かりません。また携帯の充あれなるかも。電充電じゃない、熱くなって止まるかもしれん。携帯が超熱い。 あかりさんもやりようって。渋井さんはね、8時までしか配信ができなくて、さっき8時までやりよった。で、私が交代で8時から隣にいます。 Don't stop, keep going, never give up。 何それ。いいかよ、道先生言う。武器を何にするかですね。だって私 DS か Wii もやったし、あの DS の1個前のなんかこんぐらいのやつ、むずいな形が。うん、違う、多分分からんと思う。世代が違くて、お兄ちゃんがやってて、それもやったことあるよ、ね、ちょっとね、名前のプロコン、いや、この四角のやつでしょ。いや、もう分厚いやつ、こんぐらいので、こうやって分かるかな。DSi じゃなくてゲームボーイはやったことあるけど、スイッチ系の形ってこと。違う、ちょっと名前が分からんけど、それ宿題やったっていう。しぶいちゃん、やってないです。ちょっとやろうと思った。はい、そう、 DS でやってた。どうもりはどんどん倒すよ、倒しちゃうわよ私。中学時代はどうもりでローンを返済する毎日。どうもりめっちゃ楽しかった。私雑草めっちゃ抜いてた。
こんばんは、こんばんは。何分やろう今、携帯ある？あるよ。あ、待って待って、倒される倒される。ごめん今大丈夫、34か邪魔してしまった今。汗汗、あつ森はね、やったことないよね。やめてくれ。渋井ちゃんのあたんちにいるの、私が渋井ちゃんの家にいる。ママを引き連れて、うん、どうもりと友達コレクションは割と誰でも、うん、できるできる。なあやめて。できるじゃなくて誰でも通る通る。そう、私やってた友達コレクション。